遠い宇宙からやってきたお客様。太陽のすぐ近くを通り過ぎる細長い物体。その名はオウムアムア。特殊な形状と謎の加速によってその天体は地球外生命体が送り込んだ宇宙船とも言われた。今回は不思議な天体オウムアムアを追跡してみよう。2017年10月19日、カナダの天文学者ロバート・ウェリクが未知の天体を発見する。天体の位置は地球から3300万キロメートル。これは月と地球の約80倍とかなり近い距離だ。地球からとても近い天体にもかかわらず、今まで発見されなかったという謎が世界中の研究機関を動かした。そして大型望遠鏡が一斉にその天体を狙った。観測の結果、天体の詳細が明らかになる。名前がオウムアムア。サイズは1キロメートル未満とかなり小さい。鉛筆のように細長く、横幅の約10倍ととても長い。移動速度はなんと秒速 40km。 しかも不思議なことに、この物体は重力によらない謎の加速をしていた。これらの観測結果から未知の天体が人工物である可能性も浮上。地球外生命体を調査する研究グループも動いたほどだ。研究グループは未知の天体から人工的な電磁波が放出されていないか観察した。しかし、そのような電磁波は放出されていなかった。この天体はどこからやってきたのだろうか。時間を少し巻き戻し、オウムアムアに同行してみよう。宇宙空間を高速で移動するオウムアムア。移動速度は秒速 26km。1光年を1万1000年で移動する。移動を続けるオウムアムアは途中、巨大な重力に捕まった。重力源は太陽だ。オウムアムアは次第に太陽に近づいていく。1995年、私たちが一般的に太陽系と判断するエリアにオウムアムアが接近する。太陽の重力に捕まった。それから約5年後の2000年、オウムアムアは太陽との距離約100 AU まで近づいた。100 AU は太陽と冥王星との距離の約2倍ほど。ここからオウムアムアは急激に加速していく。オウムアムアは冥王星軌道、海王星軌道、天王星軌道を通過。そして2016年、土星軌道の内側まで移動し、重力増大によってどんどん加速する。2017年8月9日、1AU、要するに地球軌道の距離までやってきた。それからわずか1ヶ月後、オウムアムアは太陽との距離 0.16AU まで接近。折り返し地点における最高速度は秒速 87.7km にも達した。ちなみに人工衛星が地球を周回する速度が秒速 7.9km。 月と地球を往復したアポロ宇宙船が秒速 11km。 そして太陽系を脱出できる速度が秒速 16.7km だ。そう、秒速 87.7km で太陽のすぐ近くを突き進むオウムアムアはあまりにも速い。この速さ、オウムアムアがどこからやってきたのかを推測するのに利用できる。軌道離心率で考えてみよう。軌道離心率は天体の速度と密接に関連する。軌道離心率とは二次曲線の特徴を示しており、天体の軌道の絶対的な形を決めるパラメーターだ。数値は0から始まる。
ゼロの時、天体は完全な円となる。 0.01、0.1、0.25 のように数字が大きくなるにつれ、軌道は楕円になり、軌道離心率がちょうど1の時、放物線、1を超えると双極線になる。要するに数値が1未満の時、天体は太陽の周りを公転し、1を超えるとどこかへ飛んでいく。例えば太陽系惑星は軌道離心率が0に近く、惑星軌道はほぼ円を描く。実際に地球の離心率は約 0.016 だ。太陽系惑星最大の離心率を持つのが水星であり、値は約 0.205。 通常水星ほど恒星の近くに位置する天体は自転がロックされ常に同じ面を中心に向ける。しかし水星は高い離心率、要するに楕円で公転するため自転のロックは免れた。惑星とは異なり、楕円で公転するハレー彗星、その離心率は 0.967。 数値が1に近く、かなり楕円だ。惑星とは全く異なる軌道を描くことがよくわかる。ではオウムアムアはどうだろう。オウムアムアの軌道離心率は 1.19。 1を超えるため一度は太陽に近づくが再び戻ってくることはない。一方、軌道離心率が1を超えたとしても、その天体が太陽系外からやってきたと判断するのは難しい。なぜなら当初は離心率が1未満、太陽周囲を楕円で公転していても途中で軌道を乱され離心率が1を超えてしまう天体も存在する。実際に離心率が突如上がった天体がボーエル彗星だ。もともとボーエル彗星は公転周期710万年の極端な楕円を描く太陽系天体だった。しかし1980年12月9日、木星のすぐ近くを通過しスイングバイ。木星の公転エネルギーを受け取ったボーエル彗星は加速し、軌道離心率が1を超え、今後太陽系の外へ飛んでいく。オウムアムアも発見当初、ボーエル彗星のように軌道を乱された太陽系天体だと考えられた。しかし軌道離心率の数値を比較するとその違いは大きすぎた。太陽系天体で最大の離心率を持つボーエル彗星は 1.058、 一方オウムアムアが 1.19。 これほど大きな離心率はオウムアムアが太陽系の外からやってきたという有力な証拠となる。猛スピードで太陽に向かうオウムアムア。2017年9月6日、太陽に 0.248au まで近づく。そして太陽の強力な重力でぐんと曲がり進行方向を変えた。太陽に最接近したわずか1ヶ月後の10月14日に地球軌道を通過。地球軌道を通過してから5日後の10月19日、オウムアムアの居場所と存在を我々が確認した。太陽系の外からやってきた大切なお客様。しかしオウムアムアが火星軌道の外側まで移動した時点で我々はそれを見失う。なぜなら追跡観測するにはオウムアムアはあまりにも小さく、また移動が早すぎたのだ。数週間という短い期間だが、オウムアムアを詳細に解析した結果正確な軌道が判明する。計算によると今現在オウムアムアはすでに天王星軌道の近くに移動していると考えられている。そして今後2030年頃には太陽系を脱出し、オウムアムアは再び宇宙を漂う長い旅に出かける。イギリスの非営利団体はオウムアムアに追いついて観測するというオウムアムア探査プロジェクトを発案した。プロジェクト名はプロジェクトライラ。その計画によると探査機を地球で2回スイングバイさせる。その後金星でスイングバイし木星に向かう。
木製では特殊なスイングバイ、オーベルト効果を取り入れたパワードスイングバイを行う。パワードスイングバイはスイングバイ中にロケットエンジンで動力を追加し、より効率よくロケットを加速する方法だ。プロジェクトライラの計画によると、この方法を使えば2050年1月29日にオウムアムアに追いつける。これはあくまでも架空のプロジェクトであり、今後実施される予定はない。しかし、もう二度とオウムアムアのような天体が接近することはないかもしれない今の機会に、ぜひ実現してほしいプロジェクトだろう。2017年、突如やってきた恒星間天体オウムアムア。超高速でやってきた長細い天体は誰にも気づかれることなく、太陽の重力を使い方向を変えた。我々がオウムアムアを観測できたのはたったの数週間。多くの発見があった一方、オウムアムアの真の姿を知るには短すぎた。オウムアムアが実は人工物だったという可能性もゼロではない。宇宙の果てからやってきて、再び宇宙の果てへ消えていく天体。科学がこれだけ進んでも、まだまだ宇宙は広すぎる。想像もつかない広大な宇宙。湧き上がる好奇心とともに、少しでも多くの宇宙の謎にもっともっと触れてみたい。